Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。だいたい2週間前くらいに僕も学校でオンライン授業が始まりました。オンライン授業では先生がスクリーンの中で授業をします。そして僕たちは好きなところでパソコンを開いて、そのリアルタイムで先生の授業を受けます。たまに先生がこうカメラをオンにしてくださいって言うんですけど、みんなカメラをオンにしないし、先生が授業中何か話してくださいって言うんですけど、みんな静かにしています。僕は少し先生がかわいそうだなと思ったので、少しこうした方がいいんじゃないんですかとか、こういう質問がありますというのを言っています。皆さんの中で学生の人はオンライン授業っていうのを受けていますか？ぜひコメント欄によろしくお願いします。さあ、今日のオノマトペはこちら！もやもや、もやもや。心がもやもやして気持ち悪い。今日皆さんはこの動画を見た後にさっきの文章の意味がわかります。今日紹介するもやもやのもやは煙や湯気のことを言います。湯気はこうお風呂から出た後、シャワーから出た後に体からこう煙が出ますよね。あれを湯気と言います。ですのでもやを2回言ったもやもやは例えばこんな使い方ができます。車で山に行った時。たまにこう、白い煙があって前が見えないことがありませんか？あれは日本語で霧と言います。ですので、霧があって前が全然見えないという時に、うわ、前がモヤモヤしていて全然見えないということができます。この時の前がモヤモヤしていて見えないのモヤモヤは、あの湯気のイメージと同じです。ですので、こう、前にモヤモヤがあるとあまりよく見えませんよね。ですので、うわ、モヤモヤしていて見えないということができます。また、そのイメージから、今では物事があまりはっきりしない時にも使います。例えば、昨日友達と喧嘩しちゃって、ちょっと心がモヤモヤするという言い方ができます。今では一番この使い方が多いと思います。喧嘩した友達のことをいろいろ考えてしまって、わあもうちょっと、わあいろいろわかんない、やだやだっていう、こうもやもやした感じ。この感じが心がもやもやするのイメージです。他にも、あれこの場所に行ったことがあるかな、いや行ったことないかな、あれなんか覚えているような、覚えていないような、そんなちょっとあれどっちだっけっていう時に、あれなんかもやもやした記憶があるということができます。皆さんもありませんか？歩いている時に、あれ？あの人見たことがあるような、見たことがないような、どっちだろうとか、あれ覚えているような、覚えていないような、どっちだろうというもやもやした記憶がありませんか？ここでのもやもやしたというのも、やっぱりちょっと、こう、覚えているような、覚えていないような、はっきりしないといった意味があります。今日紹介したモヤモヤの意味、3つを覚えていますか？1つ目、山で前がモヤモヤしていて全然見えない。2つ目、心がモヤモヤしていて気持ち悪い。これが一番よく使います。3つ目、記憶がモヤモヤしていて思い出せない。That's all for today. I hope you liked it. And if you did, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Today's question is, have you ever felt moya moya before? In what situation? Tell me in the comments. 然后我听说好像台湾已经没有那个冠状病毒了，我很开心，但是还要担心哦。皆さんありがとうございました。歩いている時に、あれ？あれ？